こんにちは、遠藤です。ラッシュやってきます。あ、チームデスマッチだね。で、マップはこの前と違うところ。名前ちょっと忘れちゃったけど。で、今日これ、スカーの L をゲットしたんで、と言っても持ってたか。チュートリアルミッションで取れる武器ですね。を使っていこうと思います。で、これね、なんだろう、HK416 と比べると、威力がちょっと減る代わりに、こう、こんな感じで素直な弾道、連射力がちょっとアップすると。アップするというか高いという感じの武器ですね。あとこれね、永久ってのがね、でかいね。お金がかからないの、持ってれば。あとは、ホロサイトがついてるんで、遠距離の敵、これね、狙いやすいんで、こうやって、ホロサイトで、敵を倒していく。なんで結構使いやすい武器かなとは思います。すぐゲットできるんでね、おすすめですね。で、このマップはね、ほぼ一本道だね。おーい、出て。見られてたか。ほぼ一本道で、左右に小道があるのかな。うん。そこを使って、裏取り。まあ、裏まで行かないから真ん中かな。真ん中を取っていくっていうスタイルのマップ構造になってますね。なんで、もうほぼ正面からぶつかるようなマップなんで、まあこういうマップはね、何が大事かっていうと、勢いだね。もう勢いで前出て、どんどんぶっ放して倒していこうっていうのがね、強いと思います。やっぱちょっとね、気持ちで負けてると、デスマッチはね、負けちゃうんでね、気持ちでは負けないようにしていこうと思います。あ、敵があんまり出てこないね。あんま敵が出てこないね。もうあれ、気持ちで負けれますね。ああなったらもう、シングルサウンドは勝てないです。おー、なぜか出てく。ちょっと、俺が投げたのスモークだな。申し訳ない。スモーク投げちゃいかんな、あそこに。フラグのつもりだったけど、なんか白い煙がね、出た。さて、どうなるか。39対26、今勝ってるが、敵が出てこない。どうしよう、もう進んじゃえ。こうやって進んでいくとね、ほら、相手の強をつける。手をつけるってなんだ。わけわかんないこと言っちゃったんだけど、はい。要するに相手のね、予想してない行動をすることによって、相手はもう、撃つ準備ができてないからね、一方的に撃てる。これ大事ですね。まあ、いかにも出てきそうなとこにいるとね、もう準備されてるんで、打ち勝ってるかはもう、五分五分なんだけど。あんま、撃っと上にいたか、あんまり前に出てこないんだよね、敵が。さて、じっくり攻めていきたいが、敵が出てこない。ちょっと、あ、後ろが多いですね。で、今味方がやってくれたか。どうしようかな。足音もめっちゃ聞こえるし、漏れてきた、置いてきたやつどうやっていく。これはもしかして、あ、すみません、俺またあれか、スモーク投げたかな。申し訳ない。ということで、おっと奥に来てれば、ちょっと油断をしてしまった。ジャンプしてる場合じゃないね。ちょっと次上から行ってみようか。ね、このマップ一直線だから、あー、どうしよう。裏取りしてみますかね。相手の通路、ここをちょっと攻めていこうか。ここにね、なんかたくさん定期的に敵が湧くんで、まあ、上から適当に弾をばらまきつつ。あれこれ、ちょっとね、素直で使いやすい。HK416 に比べたら、まっすぐ弾が飛ぶかな。あ、ちょっと連射力があるかな。よし、取った。ここで構えてたらね、敵はもうびっくりするでしょう。で、撃ってく。倒す。こっちは準備してるからね。まず撃ち負けない。さあ、もう一人やっていく。で、そろそろ準備されてるから、おっと、あ、やられてしまった。ちょっと爆弾投げられて、ひよってしまったか。で、70対46か。これはもうか、負けることはない。つか、3分半しかない。ちょっとこれ1位取りたいですね。せっかくなら。お返しちょっと経ってから入っちゃったんで、あれなんですけど。そう。リロードして。こうやって、出てこない。もっと奥にいる。奥をやって、手前のもやって、おぉおぉ、3人連続でやってしまう。ちょっとびっくりしたな。
もっと味方やられてると思う。奥に、奥にいるね。壁裏、箱裏に見える。あー、やられた。前出ね、前出た方がよかったか。箱裏かー。これ壁抜きとかもできるからね。もう味方ないっす。もっと、ちょっとあれか。ラインが下がったか。ここは気をつけていきたい。おっと、いるいる、いっぱいいる。おー、やられた。なんか誰かヘッドショットしたぞ、今。ラッキーショットだわ。で、どうすかー。味方の、結構ラインがまた上がってるんで。よし、突っ込みますか。これはもうね、勢い大事ですね、こここそ。もう突っ込んで、一人やって、やられしまう。ヘッドされてんじゃん。でももうね、あれだね、突っ込まないとダメだ、これ。突っ込んでて人に倒して、89対64でしょ。大丈夫だよ。裏、裏が、あ、やられてる。やって、中をやろう。ちょっとやっていく。おー、これ敵か。味方だと思った。さて。今どんな感じだ？あー、真ん中ぐらいのラインで戦ってて、敵が裏から、横から出てきてますね。ここちょっとやっぱ見ないとダメか。やられた！今だ！今がチャンス。リロードしてるところです。知ってんのね。あー、弾がない。弾がないよ。ちょっと弾数を考えた行動しないといけないっすね。これちょっと1位取りたいね。おっと、ちょっと方針を変えよう。もう適当に突っ込んでやるぞ。適当に突っ込んで。あー、ここ突っ込めねえな。むしろ突っ込んでくれた方がいい。おっと、これは逆から回ってこう。から回って1人。もう1人。おっと、危ねえ、ライフ16。さあ、もう1人。ほらほら。ほら。ほらほらほら。あー、やられた。30秒。ああ、まずい。時間がないな。1取れるかな？あれ、1位じゃない。一番キルしてるのに1位じゃねえ。そこ、ポイントか。ポイント制だ。さあ、突っ込んで。いない。敵がいない。どういうことだ？ちょっとこれは予想外だ。この辺にいっぱい、おっと、爆弾。やばい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 。14。おらー！なんで、今の知らないのかよ。ああ、ダメか。3位か。惜しい。はい、ということで、チームデスマッチ、勝ちはしましたね。まあ、スカーエル結構使いやすいと思います。ちょっと威力が申し分、ちょっと少ないかなという感じはするけどね。まあ、いいんじゃないですかね。たまにデスマッチするのも面白いね。はい、ということで、以上。